おはようさん、リーゼントデカこと秋山です。ちょっと今日天気悪いんですけどね、うん、箱詰めのスタジオ、生田スタジオっていうのになります。ついに来ちゃいましたね。来ましたね。皆さん方がここで収録するんでしょ。すごいやっぱ広いですね。広いですね。じゃあ行ってみましょう。そう、はい。おいこいけ、出てこい。これ一刻も争うぞ。ただ気にするわ。さっきたまってはんな。ゲームだ、迷ってるわ。バイランス教授のどうやってるか。いや、3人3人で金メダル100円。ここどこですか。ここはね、箱詰めの楽屋、うん、あ、今日はね、この方と誰副社長あら、はい、見るか。はい、はい、お願いします。あ、どうぞ。あ、こんにちは。はじめまして、石原です。副社長、どうも、はじめまして。お疲れ様です。よろしくお願いします。先日最終回を迎えた女子交番員の奮闘を描く箱詰め、なんと今回は副所長役千原誠二さんとスペシャル対談が実現。今日私のこの箱詰めが、はい、ね、テレビ大好きで、あ、ありがとうございます。毎回見てるんですよ。ありがとうございます。ね、やっぱり一度の副所長さんにお会いしてお会いしたいなと思いました。よろしくお願いします。お願いします。こんなこと最初に言うのもあれなんですけど、はいはい、やっぱ警察官の方はどういう警察内部の職種であれ部署であれ、はいはい、見てはるんですかね、こういうドラマ。見てますね。っていうのはつい先日羽田空港で、はいはいはい、パラリンピックのテロ対策に対応している警察官の方ね、はいはい、3人4人こうバーッと歩いてはって、うん、俺駐車場に車止めてとか行くのに、はい、みんなバッチッて小さくて、おー、脱いで全然その瞬発力がなくて気抜いてたからいきなりですからね。いきなりパッチンされたから余裕あったらいいかお前らって言うたのかあれちょっとほんまショックやったな、ね、でも後から考えたらやっぱ見てはるんやろなと。あれね、せいじさんね、今までの警察モンドドラマ、はい、刑事ドラマも特にそうなんですけど、刑事が被害者に聞いて捜査をして犯人を逮捕みたいな、はい、けどこの箱詰めっていうのは本当一交番のおまわりさんが、はい、ほんとこうリアルに、はい、やっぱり警察官も人間なんで、はい、そこら細かい本当裏話でリアルな番組なんで、私もテレビ見ながらね、あ、これあるわーの思いながら、署のナンバー2やなみたいな見てるんですよ。で、私の今部下もね、現職がおるんですけど、はい、大体見てますね。あ、そうですか、はい、で昨日なんかもある兵庫の所長さんやけど、はい、メールが来て、はい、第7話楽しかった、面白かったなって、所長が自ら、所長も見てはんねや。そう、箱詰め。ちなみに、はい、僕の副所長役、はい、の所作というか、うん、ドラマの中でのポジションとか、はい、言うてることやってることっていうのは、はい、実際にあるかないかっていうのはあることが多いですか。副所長っていうのは、はい、警察署のない中の生つなんですね。生つです。だから偉いさんなんですよ、はい、幹部なんですよ、はい、で例えば警察署の署員が100人ぐらいおるとすると、はい、やはり、全部、まあ、見ていかない、はい。ただですね、ナンバー2っていうところはやはり警察っていうのは人間の組織なんで、はい、要はテレビとか新聞に出ますけど、やっぱ不祥事があるでしょ。不祥事あります。警察官の不祥事、それを防止する立場なんですよ。いや、あ、よう分かるわ。だから岡本社長の記者会見みたいなもんや大崎達也なんや、うん、岡本社長が出るわけだ、会長出てきて、うん、そういうことやな。あ、分かりやすい。で、署の中ではそういうふうに交通事故するなよとか、酒飲んだら気をつけようとか、そういうなんていうんですかね、もう説教が多いんですよ。となると署員からはなんやねんと嫌がれるスタイルになる。ああ、ね、嫌われ役や。だから嫌われたら嫌われるほど一流の副所長芝居が本当上手で、あ、副所長の役やっとんな思いながら、なるほど、あ、いや、もうちょっと嫌われていいか箱詰め。
ちなみにですか、まあ、副省庁役でこう長いシーンがあったら NG なしなんですか。いやいやいや、もう NG 出しまくり出しまくりです。いいかお前らっていうのを1話に1箇所入ってるもんやとずっと思ってたら、うん、6話ぐらいからなくなってしまったなぁこれ思って、ほんで多分脚本家にハマってないんやろなとこのセリフが気に入ってたんですよ。いいかお前らっていうセリフね、僕いいかお前らってみんなこう統括するのにね、セリフやなと思ってすごい自分でもねしっくりこう落とし込んでね、自分のもんにできた頃にね台本から聞いていった多分ね、これ一昔前だったらあれなんですよ。なるほど。今はこの言葉自体がパワハラって言われるんですよね。なるほど、ね、いいかお前らもう完全にパワハラやもんね。確かにあの柔道が得意な役なので、はいはいはい、部下の不祥事の度にこう柔道場で鍛え直すと、はいはい、投げ倒すって言うんですけど、はい、それもはっきり言わへんもんね。俺があれしてやるっていう言い方になってますもんね。後で道場に来い今からあれだっていうそうそうそうと、だから柔道で投げ倒してあるとはボコボコにしてあるっていうのはもう言えないっていうことなんだね。でもね、はい、僕学生の頃とか、はい、一般人ですよ、はいはい、でも道場に呼ばれてボコボコ投げられたりしてましたよね、昔ね。そうそうそう、私も武道やってるんで、それは当たり前の世界だったんですね。で、昭和の子なんかしゃべるねえ、ほら、なんでこんな投げられなかんねん、思いながらボコボコ投げられてたね、だからなくまで箱詰め。河合純さんが声かけたりとか、はい、それぞれ刑事に声かけたり、はい、これはあるんですよ、はい、っていうのは署のナンバー2なんで、はい、もうほぼ全員がまあ部下になるんで、はい、あのおはよう、元気かみたいな、はい、これはあるんですよ。ただ、あの、一点、あの、おい、おい、彼氏できたかっていうシーンがあったんです。あれはもう今はないんですよ。あ、やっぱ昔はあったんですか。で、そのね、大体の線引きってどの辺ですか。昭和ですか平成ですか。平成のもう終わり頃ですね。あ、もうそれでもつい最近じゃないですか、じゃあ、うん、パワハラとか、はい、セクハラがもうバーンと言われた頃にはもうアウトになったんですよ。あ、それまではね、副署長さんっていうのは警察署で言うたら署長は親父なんですよ、うん、家で言うたら。で、副署長っていうのはお母さん役なんですよ、はい、となったら息子たちの連中に「お彼氏できたら、よっしゃ、俺紹介してるからしてやる、合コンを世話したりとかね、そんなことはあったんですよ。私もあの副署長と同じレベルの本部の次長席でおった時に、はい、若い部下がたくさんおったんで、刑事なんでみんな男だったんやけど、銀行の女性とかいろいろでね、はいはいはい、企業の女性さんを集めて20対20人ぐらいで、ね、すごいですね。マチコンレベルだな。それで結婚した人いましたか。今、いなかったです。一番やばいもんね。え、その警察もやっぱね、仕事としては結婚しにくい業種ですか。なんか、家も全然帰らへんみたいな。ああ藤田誠さんとか、よう娘さんとかに言われてたやん。うん、運動会一回も来てくれたことがない。そんなことはないんですよね。いや、ありますね。あ、あるんですよ。やはりあの捜査の刑事っていうのはやっぱり事件があって、はい、不眠不休みたいなね、やっぱり仕事がある場合があるんだ。そんな時はやっぱり娘のための、 あの入学式、卒業式には行けてないっていうのは確かにあります。ああ、そうですか、はい、あのマスター・キートンで読んだんですけど、イギリスなんかは、はい、例えば誘拐犯とかこう交渉したりとか、はい、何時間は絶対休まなあかんと、あー、うん、ルールがあるから、うん、マスターキートンはこうしっかり休んで有事の際に備えるんですけど、日本の警察っていうのはそういうのはないんですか。例えば、ね、最近はね、はい、最近はやっぱりこの働き方改革っていうものも言われてきたんで、やっぱり休めと。ああ、それはそうですね。それは今の時代はもう休ませてますね。それそうじゃないと、例えば2日で出へんかったら犯人逃げ切りよるもんね。犯人がっつり寝て逃げる気まんまで体力温存しとんねんから、2日寝てへん警察官巻くの一緒やもんね。あのね、私ね、あのこんなことがあったんですよ。三日徹夜、はい、これは誘拐罪があって身代金目的誘拐事件なので、子供さんを無事
安全確保するまでは捜査が続いてるんですよ、うん、犯人から電話があるしね、はい、ずっともう張り込みしてやんでたんですよ。さすがに3日目じゃこうなってきたんですよ。あ、そりゃそうでしょう、はい、ほんでうまいこと現行犯逮捕捕まえたんですよ。でその被疑者は私取り調べしたんですよね、はい、逮捕したいから現行犯逮捕したから調べして寝てました。いやいや、そりゃそうや、もう捕まえたらもう寝て寝てたらそうか。だからたまに、この間もありましたやん、警察署内から逃げ出したやつが。そうなんですよ、大阪でね。あれ寝てたんや、多分ね。だから、あ、こっち寝とおると思って多分逃げたんやね、犯人。あれみたいな、あのタクシーみたいに、僕はもう5時までしか働きませんとか、僕は夜の遅番しかしませんとか、そういう風にしたらいいねんな。海外のドラマ見たら、よう、じゃあみんなで頑張るから君休んで、あの彼女とデート行っておいでみたいな、ようありますやん。そうやね、はいはい、日本ないでしょ。そう、まあまあさっきも言ったから働き方改革からだんだん変わってくる。変わりつつはあるけども、まだその過渡期と。そうですね、うん、まさしくこの箱詰めの刑事さんなんかはまさしくこのね、その時代のね、その変わっていく新しい時代の警察官の方やね。いや、だってこの漫画家の方がそうやもんね。だって警察官になったけど、うん、自分でその中身を漫画にしたら、あの人気が出たから、うん、やめます言うて、うん、今までそんなないよね。ないですね。ないない、うん、だでも地元の警察官の方でおったら、釣りすごい好きな人、警察官いてて、ああ、で うますぎて、ああ、その人割と有名で、新しい仕掛けとか自分でこう考えたりして、それでね、コラム書いててね、釣り新聞に、うん、1000円か2000円もうたかったんや。それで警察クビ。え、厳しいない。ああ、そうですね。なんかその公務員法違反になる、当たるって言ってね、転職の禁止って言って、アルバイトでも次別の仕事してダメなんですね、うん、公務員って。ということを考えると、はい、箱詰めの出版社は、うん、警察官を辞めることをずっと反対してたんだよ、やっぱり。やっぱり払えてなかったよね。そっち？そっち？警察官辞められたら払わなかいな。原稿料が発生するやん。あなた警察官でしょ？知らんで。俺が出版社の担当やったら、やめるなと。警察なんでええとこないねんから、もうやめるな言うて、ただ漫画だけは趣味で書いといてえな言うて、あ、もうギャラ払いたいんやけど、公務員なんだやから払われへんわ言うて、どんどん儲かるっていう人生も取りたかったやと思うね。千原せいじさんの YouTube でも対談配信中。箱詰め出演者の裏話満載。戸田さんもなあちゃんも、うん、そのすっごい好きやって、言って山田君と話してたら、うん、あの人たちの他のネタも好きなんの。全国の方々を防犯活動できるようにするには、皆様方の応援が必要となりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。